番組小学校は明治維新後の1869年、京都の町衆たちの手によって当時の住民自治組織であった番組を単位として京都に創設された64の小学校を指す。これらの小学校は1872年の国家による学校制度の創設に先立つ日本で最初の学生小学校であった。近世、京都には 長組という住民自治の組織があったが、明治維新の前後に、長組は、状況番組という投資番号のついた地域的な、まとまりを持つ組織に再編され、番組と呼ばれるようになった。1869年には、27程度の町を1、番組として、状況に33の番組、下行に32の番組、合計65に再編されるとともに、 一つの番組に対して自治会所機能を合わせ持つ小学校が一つ作られることになり、同年中に64校の小学校が開校された。京都府は各番組に対して新築校舎の模範設計を示している。校舎は2階建てであり、1階中央の玄関を入ると左右に大小の差のある男女の出動場が配置されている。二階には、 広間の行動、出勤場、三日教室が置かれた。建設費は各番組に対して京都府から800円が対応され、半額が無利子の10年連付で返済の予定とされたが、実態は番組ごとに異なっていた。また、各番組の全個別に対して半年に1分のの基金が課せられ、融資による寄付と合わせて高級的な運営費に充当するものとされた。 番組によっては、状況挽会社を設立して、資金運用に充てたところもあった。1870年正月、各番組小学校において、稽古はじめ式が模様され、授業が開始された。京都府が作成した式次第によれば、孔子と菅原道真の二学心像が祀られたという。京都市学校歴史博物館には、下行七番組小学校のゾーンが展示されている。 授業科目は、区等、暗証、修辞、三述の四課であった。この番組は1872年には区として再編され、さらに1879年軍区町村編成法により、上行区、下行区が置かれると、組と改められた。姿勢によって誕生した京都市が、1892年に学区制度を確立。番組をルーツとする学区は、 1893年に上京区28学区、下京区32学区となり、この形は1941年の国民学校令により、学区による小学校の運営が廃止されるまで存続した。その後、戦後の6.33.4世になり、元の小学校を新生中学の校舎に利用するなどによって、小学校の通学区の変化があったが、 戦前の学区制度廃止前の学区は元学区という住民自治の単位として現在も生き残っている。多くが少子化により統廃合されたが建物は公共施設やホテルなどに利用されている。番組小学校の学校名は当初上京大番組小学校などと番組名を用いて名付けられたがその後地域の歴史に基づくものや中国の古典に基づくものに解消され、 その名称は元学区の名称に継承されている。1869年の番組名と元学区の名称との対応は以下の通り。重複があるのは当初2つの番組で1つの小学校を設立したり、後に学区の統廃合を行ったりしたところがあるため、2はほぼ現在の形になっている。ありがとうございます。